んだけど、光明なんぞ夢の後、消えざるものはただまこと、人生意気に感じては聖秘を誰かあげつろうという歌を、実はあの1936年のね226事件で、あの青年将校その他が雪の中を歌いながら首相官邸を襲撃したということになるわけでありますけど、面白いし、この本の前にあの東京の秋葉原事件の本書いてますよね、はい、まあ、簡単に言うとね、なんか人生の目的その他をね喪失した青年たちが、なんかちょっとね異様なこうなんて、まあ広く言えばテロル、テロルって恐怖って意味ですけどね、人を恐怖に変わるこう行為に走るってことが今あんな形で起こってますけど、やはりそれとあの現れは大違いだけど、多分心理の構造としては似たものがね、1930年代の世界大恐慌の後のね、日本及び世界のその混乱混迷の時期に起こったんだとということだと思うけども、あの中島先生のですねお口から、どうしてこういう本を書いたのか、決命だなんとという驚々しい事件、はい、そうですね、僕はあの当時の時代状況と近年っていうのが、まあ、何から何まで同じとは申しませんけれども、まあ、似ている側面があるんじゃないかと思うんです。大正の半ばぐらいにあの第一次世界大戦っていうのが終わりますけれども、第一次世界大戦中っていうのは日本は、まあ、いわゆる船成金とかっていうのが、まあ、あの多く出てきた時期で、いわゆるバブル経済のような、まあ、景気の良かった時期なわけです。しかしそんな時代でもですね、実はあの背景には格差の問題っていうのが広がっていた。典型的には川上はじめという人が大戦期にあの貧乏物語っていうのを書いていますけれども、まあ、そういう格差の問題っていうのが生じていた。それが戦争が終わってこのバブルが弾けた後にですね、一気に問題が可視化されてくるっていうのが1920年代に現れた世界なんだと思うんです。そうですね。その時期に青年たちっていうのが様々な鬱屈を抱えながら、まあ、労働闘争なんかをしていくんですが、世の中はどん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 と流動化をし、農村がどん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 と疲弊するもんですから、都市にどんどん人が流れ込んでいき、都市部っていうのがなかなかトポスっていう自分のそのあるべき場所っていうのが見出しにくい、そんな場所になってきた中でですね、いろんな不満や鬱屈が溜まってきた。でさらにそれを政党政治家やあるいは財閥たちが彼らの目から見ると良くしようとしてくれてはいないというふうに見えたわけです。で当時も二大政党で、あの20年代の後半になると民政党と政友会という二大政党ですが、もうどっちになってもなかなか希望を託しにくい。一方で財閥たちっていうのはどん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 と一部が超えていっている。で銀座なんかで見ていくとエログロナンセンスの世界になっている、まあ、こういうようなものを青年たちが見ながらですね、あいつらが悪いんだということでこのテロの風潮が生まれてくるんですが、時代背景としては少し似てるところがあるんじゃないかなというのが僕の認識です。そうですね、本当にちょっといろんなところに似てて、第一次世界大戦そのものはそうですけども、はい、20年代だって大きく言えば結局はグローバリズムの時代ですもんね。イギリス的なグローバリズムとドイツ的なグローバリズムがね、もうその裏にアメリカがいるわけだけど、真正面からね、なんてぶつかって、しかも20年代でいうと、日本もまた典型的ですけども、立ちどころに金融恐慌ですもんね、金融パニックが何回も起こるんですよね、そういう意味じゃね、今現在の日本とね、なんかこの GNP の水準はずいぶん違いますけどね、起こった出来事の構造流れってのは本当にうり二つと言いたくなるぐらいで、そこでその青年たちが、しかもあれですもんね、その前には日本でいうと共産党、日本共産党があれね1922年ぐらいに結成されるんですよね。これ危ねえって言って、あれバーンそれこそ官権が弾圧して日本共産党が潰されていくと、それに続くようにして今度右翼の突撃隊がね始まるんですけどね、木村先生、僕は